皆さん、こんにちは。インスパイのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、いよいよ10月になりましたということで、後期のですね、長岡造形大学で教えています情報リテラシー論が始まりました。前回ですね、今回、なんていうのかな、ガイダンスということで、内容ではなかったんですけど、情報リテラシーを学ぶ理由ということで、紹介をお話ししたんですが、そのことについてですね、やっていきたい、復習していきたいと思います。おそらく定期的には月曜日の投稿が、今日からですね、16週ぐらいにわたってですね、月曜日は情報リテラシー論についてお話しすることになるかと思います。よろしくお願いします。若干ですね、ちょっと月末が絡むとちょっと若干ずれることあるかもしれませんが、そんな感じでやっていきたいと思います。学生の皆さんはこれでもう一回、振り返ることもできますし、大学生じゃない皆さんも、情報リテラシーを、半年にわたって、学生と同じように、90分の内容を15分で学ぶことができるというふうに理解していただければなと思います。ではですね、最初の内容から言っていきたいと思いますが、こちらになります。はい、今回は初回ということで、このような内容から入ってきました。まずは自己紹介ということですね。よいしょ。自己紹介ということで、先日たまたまテレビで放送されましたので、テレビで放送されたみんなのニュース、インスタグラムの可能性っていうものを見ていただきました。たまたまこの日ですね、このテレビに出た服と同じ服を着ていってたもんだから、服合わせたんですかみたいな質問がありましたけど、合わせたことにしときました。ということで、こちらのニュースを、今回はちょっとですね、授業が月曜日っていうことと、もしかしたら5時間目というですね、16時20分から始まる授業の関係かどうかわかんないんですけど、昨年の200人ぐらい来るのと違いまして、85人ぐらいかな、だったので、ちょっとですね、以前は大講義室やっていて、今回も大講義室になるかどうかわかんないんですけど、生徒が入るまですごい時間があって、プリント配ったらすごい時間がかかるので、最初の時間に動画を見てもらったりしてたんですけど、その動画としてこの自己紹介で今回これをお見せしたんですが、次回からね、そんなに多くないので、85人ぐらいなので、どうするかちょっと検討中ではありますが、せっかくなんで、ね、なんかね、動画見せようかなと思っています。はい、そしてまず最初にこちらを見ていただきました。はい、たまたま先日、週刊ダイヤモンドの方にですね、学習環境の施設が整備されて、教育内容が良い長岡造形大学ということが特集で出ていました。で、ランクインしていましたので、長岡造形大学の生徒さんに、素晴らしい環境なんだよと、そして、情報リテラシーのね、こういう授業があるように、教育内容がいいんだよということを、若干ちょっと伝えておきました。ということで、今回の内容は、ということで、これ今年で4年目になるんですけど、1年目から、この授業の概要及びテーマってものは変わっていません。インターネットが普及し、情報社会が加速していますと、氾濫する情報を検索するニーズが高まりましたと、またスマートフォンの台頭で情報を発信することも容易になりました。さらにソーシャルメディアで気軽に情報を拡散することも可能になり、プライバシー漏洩やセキュリティの重要性など、様々な問題点も露呈してきましたと、情報の検索手法や情報の発信方法、ソーシャルメディアの使い方等、留意点などを体得し、インターネットの仕組み等を総合的に習得することを目的にした科目です。というふうに書きました。私の授業の場合は、この講義レポートが4割あって、期末試験が6割ということで、割と平常点の割合が高いと。で、講義レポートとは、講義の内容をブログやソーシャルメディア等でまとめるだけでなく、自分の意見や考察を含めた投稿評価に取り入れるということで、ここら辺がポイントになっていますと。で、テキストは特に使用しないと。授業に用いる資料はパレットからダウンロード可能。授業までに必要に応じ、各自で予習しておくことということになっています。そして、履修希望者への要望、事前準備ということで、講義資料はパレットに掲載するので、必要に応じて各自で予習しておくこと。
パレットの資料を用いて予習復習を徹底すること、質問は全員 LINE アットメッセージなど受け付ける、学習した内容はブログやソーシャルメディアでアウトプットすると望ましいと。まあね、これ事前に予習しておくことって言いながらですね、当日の資料が多分当日の朝ぐらいに僕が投稿しているので、まあ、予習は現実的にはほとんどできないかもしれませんが、その分ですね、復習の方は徹底していただければと思います。まあ、一応下に Wikipedia から引っ張ってきました情報リテラシーのちょっと足しときました。情報リテラシーとは、情報と識字、リテラシーを含ませ、合わせた言葉で、情報を自己の目的に適合するように使用する能力のことであると。情報活用能力や情報活用力、情報を使いこなす力とも表現すると。したがって情報リテラシーとは、情報を主体的に選択、収集、活用、編集、発信する能力と同時に、情報機器を使って論理的に考える能力が含まれているということです。で、まあ、今回は、前回ともこれ同じなんですけど、まあ、1回から15回までということで、こんなような内容になります。で、検索エンジンやソーシャルメディアなど、インターネット上の様々な、これさっき言いましたね、ことですね。で、私の授業の場合の特徴ということで、ツイッターで講義中に感想や質問などをツイートしようということで、ハッシュタグ、シャープ情報リテラシー論を入れてツイートすると。で、ハッシュタグは、半角か全角のスペースを前後に入れないと認識されるので注意してくださいと。講義中もツイート見て返答するし、講義後も質問に答えますということで、後日にハッシュタグのツイートをまとめてブログで書きます。それが今日になりますね。で、ツイートが多くなる可能性もあるので、この情報リテラシー論の専用アカウントを取っても OK ですと。ツイートに鍵、だと拾えないので注意と。ツイッターは匿名で OK だけど、アカウントが誰か一度だけ僕に教えてくださいと。で、こんな感じですということで、実際にですね、授業資料、紙と PDF で差し上げるものと、ツイッターってものが表された画面で授業をするということで、この辺からですね、始まって30分くらいですかね、から、実際にこういうふうにスクリーンに表示して、授業する形に変えましたと。では、講義レポートはどうやって書けばいいのかということで、こちらにあります。ブログ、LINE ブログを使うか、ライブドアブログ、アメブロ、FC2、4つぐらいがいいよということで、個人的には LINE ブログを押しておきました。なぜかというと、LINE アカウントからで、スマホからしか書けないから、楽ちんだから、皆さんスマホ世代なのでパソコンで書かないんで、LINE 世代だったら LINE が楽ちんだよということで言っておきました。もちろんライブドアですね、使っていったり、アメブロとか FC2 でも構いませんと。ただしこれも同じように、僕にお知らせくださいってことなんだけど、タイトルね、ブログ名に情報リテラシーを含めると、検索上位に効果的だよと。これなんでかって言ったらこの後話しますが、そしてブログ名に、長岡造形大学まで含めるとさらに喜ばれるし、僕の、ホームページですね、ブログにリンク貼ってくれると最高に評価が高いっていうのを書きましたが、そして先輩たちの個性的なレポートに挑戦しよう、長岡造形大学の生徒らしい個性的なレポートに挑戦しようということで、先輩らの作品っていうのを見せて、お見せしました。本当にですね、ブログといっても、そのイラストを使ったり、動画を使ったり、写真を使ったりですね、文字で書いたりとか、あと、ブログのデザインを凝ったりとか、本当にいろんな人がいました。その辺を見ていただきました。はい、なんで情報リテラシー論を含めたりとかっていう話なんですけど、実は Yahoo、Google で情報リテラシー論と検索して20位内を目指そうということで、これ2015年のものなんですけど、2014年時点では情報リテラシー論という授業はなかったので、検索結果に長岡造形大学のレポートや、そして僕のブログ記事というのはゼロでしたと。それが今年に入ってこのようになったということは、結果的にその前まで東京大学、九州大学、東京外大みたいなものが1位、2位、3位にあったのに、この上位をですね、長岡造形大学が占めるようになったんだよということですね。で、これが2015年が2016年の方になってきますと、徐々にこれがですね、侵食していって、造形大学のもので埋まる感じになっていったよということですね。で、東大1校になったよと。
で、2016年、終わりまして、今度2017年の1月になると、まあ、こんな感じでした。で、これも実質、これもやっぱり20分の19はもう、長く造形大学のものになっています。で、これが1月31日付ということで、その単位をね、Google で検索して、20以内に入っていれば単位は確定だという話をしました。つまり、Google が、Google 先生がね、その情報リテラシー論と検索して、立派なレポートを書いてるって言うんだから、立派なんだろうと。だから僕がね、主観が入るかもしれないようなものよりは、ずっと、正しいんだということで、Google の評価っていうのも、単位のね、獲得に影響しているということで、ただし、1月31日付でね、入ってくださいということを言っておきました。で、これが、その授業が始まる日に取ったものなんだけど、また、東大、九大、そして武蔵大学などが上位にランクインしてきたので、またね、1月31日までには、この辺を排除していきたいなというふうに思っています。ということで、2015年の、ツイート、そしてレポートのまとめっていうのがあるので、まあ、こちらはね、後日参考にしてみるといいですよと。で、2016年はこんな感じで、やっぱりまとめがあるので、見ておくといいですよと。まあ、ほぼ、この内容と今回の内容同じなので、まあ、例えばそのレポートを書こうと思った時に、去年、おととしのものを参考に書くと、まあ、なんとなくね、内容わかるし、例えば、授業を受けれなかったって方も、去年と今年の内容を見ておくと、なんとなくわかるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう使い方もありかなって気がしています。まあ、ちなみに、この、トゥギャッターのまとめは、今回僕まとめましたので、まあ、そちら見ていただくと、前回の内容のツイートの方はですね、確認できるようになっています。で、レポートのブログ、レポートをブログで書いていただいてるんですけど、そちらの方は、次回からまとめていきます。初回でまだレポートを書いてる人が多分ね、初回はいいよって言ったので、書いてないと思いますので、次回からですね、まとめていきたいなと思っています。で、あと、まあ、参考までにということで、こちらですね。情報リテラシー論に関わるニュースなどは Facebook グループで発信していますということで、まあよかったら、Facebook グループの方も入っておいていただければなということで、書いておきました。そしてですね、最後なんですけど、僕への連絡手段ということで、Facebook、Twitter、そして、メール、LINE というですね、4つの方法で僕に対して何かね、一回でいいから、このブログは私が書きました。このツイッターのアカウントは私ですっていうのを、学生番号、名前、そして、ツイッター、ブログの URL ですね、教えてくださいっていうふうに、で、連絡先の方を、提示したんですけど、ちょっとこれだけ非公開で、最後のページだけ皆さんお見せできませんが、お伝えしました。で、特に LINE アットの場合、LINE アットの場合は、できれば次回のヒントですね。次回じゃないですね。テストの時のヒントを、ここの中に入れようかなと思っています。こんな問題が出るよ、みたいなのを入れようかなと思っているので、そちらの方をですね、ゲットしたいんであれば、LINE アットに登録しなさいというですね、なんかずるいことをやっています。まだまだですね、LINE アットの登録進んでないですね。何人ぐらいかな。現在で、見てみますと、はい、35人なんで、まだ85人ぐらいいるから、50人ぐらいはまだね、登録してないかな。ぜひね、登録してみてください。で、まあ、LINE アットの方では、その授業の資料ですね、当日の多分朝からお昼ぐらいになると思いますけど、資料の方を PDF で、添付しますので、まあ、これを見てですね、レポート書いたり、当日も見ながらですね、授業を受けたりすることもできます。やっぱ講義レポート、レポートじゃないや、なんだ。授業の資料がですね、PDF になっていると、まあ、URL とかね、リンククリックできたりしますから、やっぱり電子データで持っておくってことは、やっぱりいいと思いますので、ぜひその辺も使ってみるといいかなと思います。はい。ということで、今回ですね、また始まりました情報リテラシー論に関わる、ことをね、また、まとめていきたいと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。